4番手のタイムであります。56秒48、4番手のタイムをマークしました。
さあ、そしてスタートを控えているのは、ゼッケン39番、岡野博選手、ステーティーアルファミニット CRX。岡野選手、前回は4番手、前回のシリーズは4番手、10番手を持っております、ゼッケン39番、岡野博選手、ステーティーアルファミニット CRX がスタートしまして、岡野選手、ジムカーナーをはじめ3年、37番手で優勝率を上げて、3番手を上げます。今回4番手を発見しておりました。39番手の広瀬選手が現在のステージアルファで1つやりたい状態上昇戦です。こちらの87番手の5分ごとを取り上げて、3番手は鉄拳の15番手の5分ごとを上げて、3番手では鉄拳の上昇佐藤選手の56番手となっております。クラッシュ39番手の岡田選手、ステージアルファで1つやらずが投資上昇といたしております。56秒96は、5番手のタイムですね。5番手のタイムになります。さあ、そしてスタートとしては40番山野選手、80速球本田英雄、山野選手、前回の大会は2番手、前回の静岡第1戦は山野選手は2番手のタイムを2番手でした。そして前回前回40番手で山野選手55秒08は2番手のタイム、55秒08をマークしました。さあ、そしてスタートしていくのがゼッケン41番、堀内のフィートネスを取りましたオートロック村氏。堀内選手は前回の考える大会のクラス2の A2 クラスの優勝者、前回の1000点を持っている堀内選手、今回も優勝を狙っていくことがありますが、堀内のフィートネスを取りましたオートロック村氏が参加しました。55秒56は4番手のタイムであります。これは20歳があるんですよね。年間の初めて3年、35点で入賞率 70%、 中村選手、前回の大会は2番手で8点制御しています。ターゲットは44番、徳川選手のマーク56秒56、2番手が49番、上原選手の59秒56、3番手が46番、3番手の59秒56、54秒53で中村翔選手は現在のトップを取りました。54秒台に入りました。クラス2さあ、スタートしていくのは絶対51番近藤俊一選手、 MR コース。近藤選手は前回の大会で4番手、10ポイントを取っています。ターゲットは、先ほど50番の加藤選手が、ターゲットは、
柳沢徳島選手、今年のカーメイト総合 CRX で勝ちました。一歩で55.04と柳沢選手、一歩でトップの柳沢選手がスタートしていきました。さあ、現在は柳沢がトップ6.37番、柳沢選手、一歩で55.04とトップタイムを出しています。さあ、これは海外出身のトップの守りが出ました。2番手でセンターフロー4秒、3番手でコンマ0、コンマ4秒で2番手との差は本当にプロレースをしてあります。前回37番柳沢選手、日本の55秒0でトップを引いて6番手で世界観戦で5人の優雅に前回から5人の優勝を決めたと言われて、前回から37番柳沢選手のカーメイト東 CRX で戻ってきて、タイムは54秒01、56秒01で現在単独の5番手に上がったんでしょうか。56秒です。さあ、そしてスタートしたのは現在39番、岡野翔選手。岡野選手は1本目7番手のタイム、残って39番、岡野翔選手は56秒16で7番手のタイムになります。今までのようなトップは、スタートの上段階の中間と、ちゃんと押していく上段階の端の上段階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 の上3番手は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 
そして、ここは53番、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 
54秒ずれです。やはり4番と変わりません。53秒55で1本目トップ前回の55秒中1、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 53秒55